日本では血液型が性格や相性に影響すると信じられている文化があります。これは科学的な根拠はありませんが、コミュニケーションの話題としてよく使われます。以下は血液型ごとの特徴の一般的な考え方です。 A 型の特徴、性格、真面目で几帳面、責任感が強い、協調性があり、他人を気遣う一方、慎重で内向的な面もあります。ルールや規律を重視し、細かいところまで気にするタイプです。 B 型の特徴、性格、自由奔放でマイペース、好奇心旺盛で、新しいことに挑戦するのが好き、個性的で、自分の意見をしっかり持っている反面、飽きっぽかったり、計画性に欠けることがあります。O型の特徴、性格、社交的で、リーダーシップがあり、周りを引っ張る力が強い、楽天的でおおらかですが、時には自己中心的になりがち、大きなビジョンを持ち、細かいことにはこだわりません。AB 型の特徴、性格、複雑で A 型と B 型の要素を持つと言われます。理論的で冷静な一面があり、感情よりも論理に基づいた行動を取ることが多いですが、内向的な部分と社交的な部分が混在するため、他人からはミステリアスに映ることも、以上に個人の性格や価値観が重要になりますが、コミュニケーションを始めるきっかけとしては有効です。